はい、皆さんこんにちは。偉人研究家の前山智之です。ウェブ上の中にはですね、こう検索してはいけないって言われてる言葉があって、まあそれね、要は検索してしまうとちょっとグロい画像だったりとか、そういったもの出てくるっていうような、ちょっとね、不気味な画像が出てくるから、まあちょっとやめておこうというような、言葉があるんですけども、まあ検索してはね、いけないと言われると、まあ検索したくなるのが人の差があるんですけれども、まあその検索してはいけないのワードの中にですね、ある歴史人物の名前が入ってるんですね。それが江藤新平ですね。江藤新平っていうのはですね、まあ、明治新政府ですね、明治維新が起きて、明治新政府に対してこう反旗を翻した、まあ、佐賀の乱のまあ首謀者としてですね、晒し首にされてしまってるんですね。なのでその晒し首がまあ出てきてしまうっていうところで、まあ検索してはいけないと言われてるんですけども、まあ、なんでそんな目に遭ってしまったのかって言いますと、まあ、実は大久保利通ですね、まあ、西郷隆盛と大久保利通がまあ倒幕を果たすわけですけれども、その大久保利通からまあすごい憎悪されていたっていうのが、まあ要因としてあったんじゃないかと言われてるんですね。で、私はまあ非常に大久保利通っていうのは非常に好きな歴史人物の一人でして、まあ東京オンラインでもね、今連載してるんで、非常にこの事件については触れづらいなっていうのが正直なところなんですけども、まあやっぱり江藤新平について触れずにはおられないので、やっぱそれはまあちょっと今後も原稿で書いていくんですけども、まあ、江藤新平ってもともと結構浮き沈みが激しい人生だったんですよね。まあ、幼い頃からまあ国学とか漢学とかですね、まあ、書道算数とかすごい秀才で、まあ、エリート街道をまっしぐらだったわけですよね、佐賀藩の中では。ところが、まあ、29歳脱藩して佐賀藩から抜けるんですよ。で、中央政治と佐賀の架け橋になろうとするんですけども、ちょっと失敗しまって、まあ、3ヶ月で故郷に戻るんですね。そうすると、まあ、脱藩ってすごく当時罪が重かったんで、結局、まあ、死罪になりそうになったんですけども、なんとか、まあ、江藤新平優秀だからっていうことで命を助けられて、禁止生活を送るんですね。で、禁止生活でも寺小屋で教えながら、まあ、なんとか生計を立てていくのが、まあ、江藤新平の、まあ、不遇な時代が続くわけですよ。まあ、本当に勉強はしても江藤新平のようになるなっていうふうに言われたぐらいですね、地元で言われたぐらい、まあ、ちょっと不遇だったと。中でようやく34歳で禁止が解除されます。そこからですね、やっぱり江藤新平すごい頭を切れるし優秀なので、そこからどんどん活躍していくわけですよね。で、明治5年にはもう初代司法卿になって、明治6年には参議というすごい政府の中心人物まで上り詰めていくんですよ、一気に。だからやっぱどんどんこう人脈があるんで、引き上げられていくんですけども、そこでまあ大久保利通と対立することになるってことなんですね。というのも、大久保利通っていうのは、岩倉使節団っていう海外欧米留学の中の一員として海外留学に行くわけですよ。で、その間に、まあ、留守の政府を西郷隆盛が任せるんですけど、そこで、まあ、江藤新平が中心人物としていろんな改革をやっちゃうんですね。本当それ改革やっちゃダメだよっていう条件があったんですけども、まあ、江藤新平はまあ頭も切れるし優秀だから、そんなこと知ったことじゃないというところで、まあ、司法整備をどんどん、法律の面をどんどん整備していくんですよね。そこでもともと大久保利通がいた大蔵省の権限を縮小させてしまうというところがあって、そこでの対立がバチバチあってですね、そしてまあいろいろな政治的な闘争の中でですね、大久保利通が帰ってきてから、明治6年の政変というのが起きまして、まあ、西郷隆盛、板垣大輔、そして江藤新平がまあ世間から外れていくと。で、そこで江藤新平が乱を起こそうとしたんじゃないかというふうに、大久保利通がまあ半ば、まあ、因縁といいますか、まあ、理由付けして江藤新平を非常に、鎮圧するというか、武力として押さえつけてしまう。そして、そういった、晒し首してしまうという、まあ、歴史背景があるんですよね。まあ、そんな風にですね、まあ、結構その、江藤新平と大久保利通って結構似てるところもあるんですよね。やっぱ似てる人ってなかなかちょっと許せないと、どうせ出てきてしまうっていうか、そういうのもあると思うんですけども、やっぱり優秀で切れ者で、すごい、頭脳明晰でってところ、ね、で、相手を言い負かしたりするっていう意味でも似てるんで、ね、まあ、その辺も合わなかったんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、そんなまあ大久保利通についての連載の中で江藤新平とも今触れていますので、ぜひですね、これから大久保利通の連載をいよいよ佳境に入ってきますので、ぜひご一読いただければなと思います。まあ、江藤新平と合わせて大久保利通の人間性というものをまた深掘りしていきたいなというふうに思います。偉人研究家の前山智之でした。ぜひ連載の方をお読みください。